後遺障害担当している鈴木です。よろしくお願いいたします。後遺障害のですね、事故をされた方はですね、初めて被害者になったという方も多くてですね、どのように解決していいかわからないと言われている方が多くあります。初回の認定される方とかですね、異議申し立てをされる方ですね、処理作成の方はぜひ専門家の方にお任せください。よろしくお願いいたします。